大阪ピタパ、大阪ピタパ、大阪ピタパは、大阪メトロサービスが、大阪メトロ、旧、大阪市交通局の指定を受け取り扱うピタパ、カードである。募集が開始されたのは2005年12月7日であるが、大阪市営交通でピタパを利用することができるようになったのは2006年2月1日からである。 クレジットカードの機能を搭載するものについては、三井住友カードがビザ及びマスターカードの各ブランド、トヨタファイナンスが TS キュービックカードとして JCB ブランドをそれぞれ発行する。また、クレジットカードの機能を搭載しないライトもある。ライトについては、ショッピング枠の入会審査はないが、ポストペイ機能についての入会審査はあり、この点が保証金予託制。 ピタパカードとは異なる。中高生用の大阪ピタパジュニアカード及び小学生用の大阪ピタパキッズカードはピタパベーシックカードに準じてライトと同等のものが発行される。年会費は無料であるが、1年の間に一度もクレジットの利用がなかった場合は税抜き千二百五十円、家族会員の場合は税抜き四百円の年会費、ライトを除くが、また、 ピタパの利用がなかった場合は、税抜き1000円の維持管理料がカードごとにかかる。2015年10月より、三井住友カード発行のビザ及びマスターカード版の年会費無料条件が1年の間に一度もクレジットの利用がなかった場合から、1年間のクレジットの利用が10万円未満であった場合に変更される。大阪市交通局の ピタパによる割引を参照。なお、このサービスは、他のピタパカードでも適用される。大阪ピタパのクレジットカードの利用、最近は、同局主催のスタンプラリーの景品でもたまるでたまった、独自ポイント、大阪ピタパ、ポイントを、ピタパのショッピング利用のポイントシステム、ショップでポイントに自動移行する、楽々、キャッシュバック制度がある。つまり、本来はビザなど、 クレジットカードのポイントとしてたまるポイントが大阪ピタパポイントとなり、ゆくゆくは自動的にピタパの交通費の割引に利用されるという制度である。この制度はクレジットカードのポイントがなかなかたまらず結局はそのポイントを利用できないということを解消できる仕組みとされている。大阪ピタパポイントはクレジット利用1000円ごとに50ポイントがたまるようになっており、毎月自動的に ショップでポイントへ移行され、500ポイント元に50円が自動的に交通費利用から割引かれる。加えて、本カード会員、京都プラス大阪ピタッパ会員も含むのみの特典として、地下鉄、市バスニュートラムの利用額に応じて、ポイントが付与される、月額7000円以上の場合は1%分、7000円未満の場合は0.5%分、エコデマイルの制度がある。 このポイントも大阪ピタパポイントに適用されるため、上記の楽楽、キャッシュバックに対応して、交通費利用割引の対象となる。なお、楽楽、キャッシュバックについて、そのポイント分は交通利用がなかった場合には、翌月に繰り越されることになる。また、ポイントの有効期限は2年後の3月末であり、有効期限を過ぎると執行する。 本カードに採用されているソニーが開発した汎用アプリケーションファリサポケットを活用しポイントやクーポン、会員証、スタンプラリーなどのサービスを1枚の大阪ピタパに集約できるサービスラクラクポケットが設定されている本サービスは対象店舗に設置されている端末機にカードをかざすだけでポイント付与などのサービスが利用できるとともに 複数の店舗の対象サービスを1枚の大阪ピタパに集約して利用することが可能というものである最大8サービスまで登録可能。2010年3月1日より大阪ピタパ会員限定サービスとしてスタッチクーポンサービスが導入された。これは大阪市営地下鉄の主要駅に設置された端末大阪ピタパステーションタッチして 周辺の店舗で使えるクーポンを登録した上で、該当店舗の端末に、大阪ピタパをタッチして、クーポンを利用すると、その店の優待特典が受けられ、加えて、大阪ピタパポイントの付与により、交通料金も割引になる、というサービスである。2010年9月現在、大阪ピタパステーションは、御堂筋線の梅田駅、新西橋駅、南場駅、天王寺駅、 および四つ橋線の西梅田駅、谷町線の東梅田駅に設置されており、各駅近辺の店舗を対象としたクーポンの登録、利用が可能である。プロ野球のオリックスバファローズは、2007年のシーズンに、大阪ピタパ会員限定のサービスとして、京セラドーム大阪において、チケット不要で入場できるサービスの試験運用を行った。チケットレスサービスの実施は、 プロ野球12球団で初めてで、本サービスは、ゲート前にて、大阪ピタパ会員が登録すれば、当日分の他に2回目以降の利用分も機会に、IC カードをかざすだけで入場切るというものだった。このサービスは、2007年9月19日までの後、連戦において主権的に行われたが、球団は2008年シーズン以降、同サービスの本格導入を考えている、ということであった。 レストランなど、チェックチェッククラブに加盟している店舗でこのカードの裏面の CCC マークを提示すると料金割引等サービスを受けることができる。ジュニアカード、キッズカードでは利用できない。大阪ピタパのイメージキャラクターはタヌキをモチーフとしたピタポン。キャラクター制作は大阪に拠点を構えるアランジアロンゾと会話はもちろん大阪弁。 頭に、葉っぱ、IC カードを載せている。趣味は、タヌキらしくいたずらだが、節約とやりくりが上手である。地下鉄、ニュートラムの車両で、ピタポン編成は存在しないが、ホームページやポスター上によく出現する。また、ドア開きの広告枠に広告ステッカーが掲示されていることもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。